テスタさんが株を始められて、まず1億円に到達する手応えを感じたのはいつ頃だったとかありますか？ああ、これね、僕の場合はね、全くなかったんですよね。一番最初に僕が株を始めた時って、まだ1億がなんか、カリスマトレーダーみたいに言われてた時だったんで、自分が始めた時はその1億とかなれると思ってなかったわけですよ。それずっとそれ続いてて、ほんと9000万超えた時に初めて、あ、これ1億いけるのかもって思ったのはすごい覚えてますね。だから逆に言うと、9000万いくまでは全く思ってなかったですね。9000万の時に初めて思いましたね。あ、これもしかして俺でも1億いけるのかなとかっていうのはすごい覚えてますね。で、やっぱり僕らはそういう時代にやってましたから、その信用取引も回転売買できないとか、デイトレードとしてはすごい厳しい時代にやってましたから、なので、やっぱり1億いけると思ってなかった分、1億いけた日が株人生で一番嬉しかった日ですね。未だに。2位が1日100万円初めて買った時が2位ですね。1位は未だに、だからそこから2億なって3億なって10億なってとかなっても、そこの喜びより1億いった時の喜びが、もう僕は一番嬉しかったですね。でも今の人たちはそういうのも通過点みたいになっちゃってるんで、すごいインフレになってるなと思いますね。